る。おら、もうこれ以上はやめてくれ。頼む。行け、もっとやってやる。昨日仮面ライダーブレイドで主演の椿隆之さんがゴルフバットで暴行を受け病院に運ばれました。命に別状はありませんが、現在も都内の病院で入院しているとのことです。赤ずきんちゃん、なに変身。俺の名前は椿隆之。仮面ライダーブレイドの主役に抜擢され人気になった若手俳優だ。仮面ライダーといえば人気俳優になるための登竜門。俺はこの仕事がきっかけで他の作品にも徐々に出れるようになった。あ、仮面ライダーだ。本当だね。たっくん、挨拶は？仮面ライダー、こんにちは。こんにちは。すいません、子供が大好きで私も見てたらファンになったんです。よかったら握手してもらえますか？もちろんいいですよ。僕も大きくなったら仮面ライダーになる。そうか、頑張れよ。応援してるからな。うん。てめえ危ねえだろ。こっちのセリフですよ。引かれるとこだったじゃないですか。なんだてめえ、ちょっとこっち来いよ。いや、何なんですか。どう考えても今のはあなたが悪いですよね。てめえがボケっとしてるのが悪いんだろうが。ふざけるな。そっちがスピード違反してたから引かれそうになったんだろう。とにかく警察を呼ばせてもらいます。もしもし、警察ですか？おい、何警察呼んでんだよ。あ、ゴーか。ちょっとバイクでトラブってさ、舐めたやつがいるからすぐに来てくれね。おう、今すぐ。兄貴、こいつがさ。そうだ。君は関係ないだろ、こっちの問題なんだ。うっせえんだよ。うわっ。兄貴に何してくれてんだ。おら、調子に乗ってんじゃねえぞ。おら、おら。もうこれ以上やめてくれ。頼む。行け、もっとやってやれ。俺たちに喧嘩を売ったのが間違いなんだよ。キャー、くそ、見られた。行くぞゴー。俺は顔面と頭に何度も打撃を食らい意識を失った。その時の記憶は強い衝撃によって飛んでおり、ほとんど覚えていない。大丈夫ですか？しっかりしてください。意識が朦朧としているようです。すぐに手術に入る。急いで準備を。はい。俺は顔面の左側を重点的に殴られており、元の状態もわからないほどに腫れていた。左頬骨の粉砕骨折で、あまりの腫れと出血で目も開けられなかった。ここは病院ですよ。そうか。まずい、仕事が。今は動かないでください。絶対安静です。でもあなたが俳優さんだということを伺いました。ただそうなるとあなたには辛い事実を話さなければいけません。というのは？俺は意識朦朧としていたが、自分の顔のありえない痛さと、なんとなく覚えているゴルフクラブで何度も殴られたことを思い出していた。これから何度か手術をしなくてはなりません。昨日の段階で頬骨の骨折していた部分をプレートによって押さえましたが、傷は目立つでしょう。そんな。こうして俺は全治半年にも及ぶ大怪我と診断された。その後もちろんこの件を解決するため警察も介入し、裁判で争うことになった。相手の方が 100% 悪いため、こちらもすぐに裁判も終わり、損害賠償も払ってもらえると思っていた。しかし甘かった。椿さん、裁判の件ですが厄介なことになりました。厄介なことってどういうことですか？
相手の男は今まで裁判にも出廷していなかったんですが、出廷したら下で足を開いて座るなど全く反省の色を見せておらず、妨害行為までしています。現行犯で捕まっているので刑は免れませんが、少し長引きそうですね。そんな。それから俺は人間不信になりかけた。さらに顔に大きな傷を負うことになり、退院しても部屋にこもるようになって人前に出たくなくなった。くそ、なんで俺がこんな目に。俺は誰にも自分を見られたくなくなり引きこもった。仕事もしばらく休み、どうしても外に出ないといけない時もマスクと帽子をしっかりとかぶり、誰にも自分が俳優だとはバレないようにしていた。あの頃は良かったな。俺は自分が仮面ライダーとして活躍していた時をよく思い出しては感傷に浸るようになった。待てよ、俺はこのままでいいのか。正義のヒーローが悪者に人生を奪われるなんてあっちゃいけないんじゃないのか。俺はそう思うと無性に自分にも相手にも腹が立ってきた。そして悪に立ち向かうためにテレビ出演をすることに決める。事件から半年ほど経ちましたがどうでしょうか。傷は化粧で隠して目立たないようにすることもできています。しかし写真撮影などは修正しないとなかなか目立ってしまいますね。今回はどうしてこちらの番組に出てくださったのでしょう。事件に巻き込まれて一度僕は折れそうになりました。ですが正義のヒーローが悪に負けてはいけないと思ったんです。このまま屈していたら僕を応援してくれていた子供たちにも悪いと思いました。テレビ出演したことによって多くの応援メッセージが届くようになった。そしてテレビの効果もあり、相手がいかに悪くてどういう人物だったのかも取り上げられるようになった。しかし民事裁判でも支払い能力がないとして支払わないと一方的に言うだけでなかなか進展はしなかった。くそ、いつになったら決着がつくんだ。これじゃあ裁判費用がかさむだけ。でも悪に負けるわけにはいかないんだ。俺は仮面ライダーだろ。そうして月日が経ち、ついに刑事裁判での決着がついた。判決、懲役3年執行猶予5年とする。これで全てが終わったわけではなかった。傷が治るわけでもなければ、まだ民事裁判でどこまで支払ってもらえるのかを決める必要もある。しかし悪者にしっかりと制裁を与えることはできた。やはり正義は悪に負けるわけにはいかないのだ。犯人は本当に人間の風上にも置けないような男ね。戦うなら自分一人で戦いなさいよ。弟を呼ぶなんてめめしいにも程があるわ。自分では手を下さず仲間を呼んで暴行させる、ここまで胸クソ悪いのは久しぶりだよ。狼、あんたはいざとなった時一人で戦うの、それとも仲間を呼ぶの。この際だからはっきりして。うん、赤ずきんちゃん、それは愚問だよ。一匹狼って言葉知ってるかい。もちろん一人で戦うさ。ふざけー、狼は集団で狩りをするじゃない。それとも何、人間との生活が長すぎて狩りの方法を忘れたふぬけになっちゃったの。その通りなんです。